エネルギー問題に関してですが、まず冒頭、今回の原発事故で亡くなられた皆さんに心からご冥福をお祈りしたいと思います。そしてまた現在も原発事故のためにふるさとを離れなければならない、それから精神的に追い込まれている、こういった方々に対して一日も早く問題が解決できるように努力をしていかなければいけないと思っています。この間の原発の事故に関して言えば、私たちは安全神話に踊らされてきていた、このことを深く反省しなければいけないと思っていますし、いかに安全に稼働していくのか、これがこれからの私たちの課題だと思っています。私たち民主党は大きくは2030年代に原発ゼロの社会を目指してきています。そのためにはありとあらゆる政策を使って、再生可能エネルギーなど他のエネルギーを使って原発ゼロという社会を作っていきたいと、そう思っています。この原発のゼロという社会を作るのは本当に大変なことだと思いますが、一方でこのためにさまざまな産業が起こってくる、さまざまな革新的な技術が生まれてくる、そういった形で前向きに捉えていきたいと思っています。私たちはこれまで自動車産業であるとか電気産業、こういったところで経済成長を遂げてまいりました。もちろんこういった産業がこれからの主軸になることは間違いありませんが、それ以外の産業を育ててこなければいけないと思っています。そういう意味では環境産業、このエネルギー産業というのは極めて大切な産業ですし、有望な産業だと考えています。特に蓄電池の分野においては日本は今最先端を走ってきています。こういった分野をいかに育てていくのか、そして国際標準をとって日本の製品が世界の主軸を占めるような形にしていく、こういったことを一つ一つ推し進めていくことが大切なことだと思っています。もう一つ、原発の再稼働に関してですが、原子力規制委員会が安全確認を行ったこと、そしてもう一つは地元自治体の皆さんたちのご意向を組んだ上で再稼働する、こういう方針を決めてきています。皆さん、地域住民の皆さんの声をきちんと聞いていくこと、そして冒頭申し上げましたが、安全に稼働できるような体制を作っていくということが極めて大切なことだと思っています。そして原発に関してもう一つは、廃炉をどういう形で行ってくるのか、使用済み核燃料棒の処理をどうするのか、こういったことも早急に技術開発も含めて適切に取り組んでいかなければいけない問題だと思っております。